ソルフェアイン第12採掘工のボイラー室の中がレッドドットデザインミュージアムになっているレッドドットデザイン賞はドイツエッセンのデザインとセントラムノードラインベストファーレンが主催する国際的なプロダクトデザイン賞であるプロダクトデザインデザインエージェンシーデザインコンセプトのジャンルにおいて賞が存在する1955年に創設されたこの賞は デザイナーと製造業者に応募資格があり、受賞者は年に1回開催されるセレモニーで賞を授与される。受賞プロダクトはエッセンの歴史的なツールフェアイン単工業遺産群の校内にあるレッドドットデザインミュージアムに展示される。レッドドットは3つの異なるジャンルで受賞を行っている。3つの賞の中で最古となるのが2000年からレッドドット賞。 プロダクトデザインとして知られているものである。このコンペティションは、家具、家電機器、機械、自動車、道具のみならず、製造業の個別の分野で開催されている。レッドドット、デザインチームオブザイヤーは1991年から、年に1回受賞が行われる非公募型の賞で、デザイン上の功績によって、世界市場にインパクトを与えた、デザインチームに授与される。 受賞者には1995年のシーメンス、2001年のアップル、2007年の BMW、2008年の坊主デザインセンター、そして2008年と2010年のオペルといった企業が含まれる。日本国内の企業では2013年に NEC カシオモバイルコミュニケーションズのスマートフォンメリアス WN-05E が2016年に ヤマハ発動機の大型オートバイであるユースフアール1オフィス家具の分野では株式会社岡村のンダなどがそれぞれ本部門を受賞している。1993年以降、レッドドット賞コミュニケーションデザインがコーポレートデザイン、広告、インタラクティブメディア、またはサウンドデザインの分野での功績に対して授与されている。2008年以降、レッドドット デザインエージェンシー・オブ・ザ・イヤーがデザイン上の功績によって全部門にインパクトを残したデザインエージェンシーに対して授与されている。最初の受賞者はストライプンクトでスタイラスと呼ばれるカップを受け取った。2005年にレッドドットは新たにレッドドットデザインミュージアムシンガポールとデザインイノベーションやデザインコンセプトのための賞を創設した。レッドドット賞デザインコンセプトは デザインコンセプト、アイデア、ビジョンを中心に置いている。このコンペティションは世界中の若くて将来有望な創造性あふれるタレント、デザイナー及びデザイン会社に照準を合わせている。応募者の数は顕著に上昇しており、全体では2008年のコンペティションでは61カ国から1万1000点以上のエントリーを受け付けた。 プロダクトデザイン賞について51カ国から3200点以上の応募があり、そのうち676点が受賞を果たした。コミュニケーションデザイン賞については5800点以上の応募があり、343点が受賞を果たした。ありがとうございます。